著名人の貧乏だった頃の飯を食べてみよう。はい、というわけで新コーナーなんですけども、まあ、著名人、特に芸能界の方々なんかはその有名になるまで、名を馳せるまで下積みの時期っていうのがそれなりにあるっていう方が多いと思うんですよ。まあデビューしてすぐに売れるっていう人もいると思うんですけど、そんな下積みのお金のなかった頃に食べていたご飯がどういったものだったのかっていうのをテレビとかラジオとかの媒体で喋っていたものを元にこちらで再現して食べてみようじゃないかというふうに思いまして、記念すべき第1回はサマーズ大竹和樹さんが、貧乏だった頃に食べていたご飯ということで、自分がそのサマーズさんを初めて見たのは多分うっちゃんなんちゃんさんが昔やっていた雲南の気分は上々っていう番組で、当時怪獣レスギーだったクリームシチューの2人と解明をかけて対決するっていうシリーズ、そこが最初だと思うんですけど、もうそこも登場してる時点でもう芸歴は10年以上重ねていて苦労しているみたいな感じのキャラだったんですよ。もう最初自分が見た段階でもう見るからにもう苦労人だなみたいな感じの印象を受けてたんですけども、そこから数年後のリンカーンっていう番組で、サマーズさんの昔を知ろうっていうコーナーで、大竹さんが、昔こういうのを食べてましたよっていうのを紹介しておりまして、その時に登場した食材っていうのがこちら油揚げ、たったこれだけを当てにご飯のお供にしてたらしいですね。それでは早速作ってもらいましょう。初期ね、ここから先完成まですぐ終わるんですよ。はい、キッチンスタジアムの方に移ってまいりました。それではこのフライパンの上に油揚げをベーンって乗っけます。油を敷きません。そしてこれで火にかけていって、しばらくするとですね、聞こえますかね、かすかにこう焼けてくる音が聞こえてくるんですよ。そうしたらちょくちょく裏返して表面に少し焦げ目がつくまで焼いていくと。でも焼いたらですね、柔らかかった表面がもうカッチカチになっております。さあ、あれから中火でですね、コロコロと裏返しながら焼いていきまして、わかりますかね、こんな感じで焼き色がついてまいりました。そうしたらですね、ここに醤油をかけまして、でこれを焦がすような感じで最後焼いていけばいいと。うわ、もう焦がし醤油ってことですよね。でそうしたらこれでもう完成でございます。この焼き上がった油揚げをこのご飯の上にライドン、ちょっと親指扱ったよ。はい、こちらがサマーズの大竹さんが貧乏の頃に食べていたという油揚げ飯でございます。はい、というわけですね、非常にシンプルな見た目でございますけども、これがね、果たしてご飯と合うのかどうかですね。それではこちらの焼き油揚げいただきます。うん、これはね、キングオブ素朴。最初油揚げをかけた時にパリッとした小気味良い歯ごたえが響きまして、そこからまず醤油の塩気が来るんですけど、そこから噛み締めていくとじわじわとその油揚げの、ね、元から作ってた豆腐の大豆の植物性タンパク質の豆がじわじわときまして、で油で揚げてるんでもちろん油のコクも伝わってきまして、それをなじませることによって非常にね、ご飯と相性のいい塩梅のテイストになるんですよね。ほんとシンプルにご飯かっこみたくなる味ですね。自分の地元は新潟なんですけども、実は新潟にも油を焼く文化ってあって、まあ、全国もあんのかな。でもうちの地元長岡の中に土地尾っていう地区があって、土地尾の油揚げっていうのは結構有名なんですよ。油揚げではなく油揚げってよく呼ばれるんですけど、その油揚げの美味しい食べ方としてこのように焼いて、でその上によくある有名なトッピングとして納豆と刻んだ生ネギを乗っけるんですよ。それで食べるのがうまいっていうので、土地尾とかの居酒屋とかでも出されるし、うちの実家でも出されたんですよ。でも自分はちょくちょくこの D チャンネルでも言ってますけど、生のネギは苦手で結局ね、一回も食わなかったんですよね。子供たちが食べるっていうよりかはやっぱり大人たちの酒のあてみたいなイメージがあって、なかなかねこうやって油揚げを焼くっていう行為に至らなかったんですけど、出汁を含んでじわっとした油揚げもうまいですけど、こういう素朴な味わいも結構いいもんですね。今後ねこういった感じでいろいろ調べまして、いろんな著名人の方の貧乏飯とかね作っていきたいと思いますんで、今後もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。